ドッグトゥース装飾ドッグトゥースは模様の一種。建築においては中東から十字軍によってヨーロッパへ導入されたと考えられてきた12世紀初頭の中世建築作品の繰り方に見られる装飾である。最古の例はサーサーアンアサ・朝ペルシアによって614年モアブでのラバとアンモーンに建設されたホールに見られ、 日よけアーケードのアーチ造形とそれに沿った路地を装飾していた。模様は正方形かダイヤ型を形作る4つの花びらで主に構成されていた。その花弁は尖った円錐形の剣士、糸切り刃や戦闘刃の形状である。ベネツヤ近くの村野にある教会堂のアプスでも同様に採用されている。12から13世紀に木彫り彫刻が整備化し、 洗練されていない形状は、捨てれて、最も美しく装飾的な特徴が残った。エルジン大聖堂において、飾り葉様園のドックトゥース装飾は4枚の葉の形となり、そして、ケントの石像協会では、もっと華やかに花の形となった。その用語は、ドックトゥースバイオレットに酷似しているため由来であると考えられるが、元々のアイデアは突き出た葉であるのは、 十分明らかである。布地では剣士に似た柄であり、最も広く使われる千鳥講師でもある。ありがとうございます。